川の流れのように。ポポポポポ。川の流れの。たた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 て。はーはー。どうも。こんにちは。こんにちは。皆さん。今日はテレステの新限定が誰なのかなっていうところをね、要チェックしつつ。やっていければいいかなと。限定怖いよ。限定怖いよ。カオルちゃんとかうずきちゃんとか来ないよね。多分来ないで会ってほしいなと思っております。よろしゅう頼まっする。ムキムキ。よろしゅう頼まっする。ムキムキ。やるか。じゃあ。マコツ。フェス後だから人気キャラかな。人気キャラなの。フェス後って人気キャラだったっけ。未来から。したけど5周目解禁したよ。やだー、しまむかな。そしたら誰だろう。5周目始めってでも誰だろう。ホンダかな。ホンダ。温泉ロリは来ないやろ。温泉ロリは来ないよね。よう、川口、最近シャニマスにハマった。えらい、えらい。シャニマスにハマれるのはえらい。ペッペッペペッペッペッペペッペッペッペペッ。ちょっとさ、コメントして。このコメント一番下まで流れない、一番下のさ列まで来ないとさ、あの画面表示できないから。いっぱいコメントしてみんな。荒らして、荒らしして、荒らし連投して、一番下までこのグレーのところが埋まるまでやらないと画面と出せない、画面に出せない。おじさんどうも、こんにちは。草にき推奨。もうちょい、もうちょい頑張れ。もうちょっとだみんな。草わらわら。あ、もうちょっと、もうちょっと。サンクチュアリおじさんこんにちは。どうも。もうちょっと頑張れみんな。あと 5行ぐらい。2。ありがとう。あと5行ぐらい。テレステはいいな。よいしょ、オッケーオッケー。ありがとう。もう大丈夫、もう大丈夫。冬の SSR でさやおいが。もう大丈夫、ありがとう。印象はいいぞ。はい。ドドドズズド。オッケー。草わらわら。334。サンキューみんな。サンキューキュー、サンキューキュー、サンキューキュー、キュキュキュー、サンキューキュー、サンキューキュー、キュ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 。よし、オッケー。冬ね、冬の SSR も早く欲しいところでございますよね。デレステはいいな、天井なし、ガシャ回しながら。最低20個目来ないと映せないのか。いや映せるけど。オッケー。ちょっとめんどくさい。ちょっとめんどくさいから。わかる。でも俺もうアイドルマスターをかれこれ10年近く、5年をしてたら、でもさ、もうそれはその人の人生になってるよね。毎年温泉だけど、いきなり温泉じゃないガシャが来る可能性もなきに。いや、イカ略。そうなんだよな。あくまで温泉、毎年温泉なだけでいきなり違う。10月ってなんかあったっけ ?11 月か。11月ってなんかイベントあったっけ。ねえよな、でもな、別に。11月にあるイベントって、特にないよね。ポップビビン!やります、デイリー。ドゥ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 。すげえいっぱい寝たわ、今日。すげえいっぱい寝た。ポッキーの日か。あと、アズニャンの誕生日。ポッキーの日とアズニャンの誕生日は同じ日なんで、ぜひ皆様、アズニャンを祝いましょう。あと、ももこも誕生日もある。いや、ほら、ファンタジーガチャ的な季節関係ないネタが来る可能性。なんか、すごい。なんか意味わかんないラグ起きてない？たまに意味わかんねえラグ大きいんだよね。3月の限定は結構バラバラやね。ナイトガシャだったりキッズもで、イカ略。ああ、でも最近割と3月はあれじゃない、キッズ多くない？そうでもないっけ。唇はダメじゃなく、部屋が、俺の部屋がめちゃめちゃ暑いんだけど、どうしたらいい？冷
日当たり良好を極めてるんだけど俺の部屋。死ぬほど暑い。もうみんなに体感してほしい。ポカポカ。ポカポカじゃないんだよ。暑いんだよ。11月やぞ。暑い。これからいいぞ。暑いの。今日なんか暑い。今日暑い。何度？知らん。小春日和ってやつ。小春ちゃん、小が小春ちゃんってこと？つまりは。もっと暑くなるよ。てか11月なのにさ半袖で入れるっていう、もうなんか完全に日本が四季、日本の美しい四季がなくなってしまっているよね、この世から。部屋の温度計が25度差してて戦慄してる。いや俺も多分それぐらいあると思う。レイカズちゃんもっと頑張って。レイカズ、あ、レイワちゃんか。もうほんと最近四季ないよね。秋って思える日がないもん。そらグレタさんも切れるわ。グレタも切れるわ。俺グレタがよく分かってないんだけど、なんかよくニュースとか出てくるけど、ニュースてかインターネットで、インターネットを回っていると。そんなに暑いのかよ、うちの温度と交換してくれ。超暑いよ多分。何度あんだろう。温度計とかないの？ iPhone のアプリケーションで温度計とかないの？うわ、プレイステーションネットワークが850円の課金をしやがった。勝手に iPhone 温度計とかないの？一枚羽織らの寒いわ。マジで俺半袖半袖だよ。温度計、あ、場所の温度か。これダメだね。部屋の室内の温度をさ測ってほしいんだけど。で無理だよね多分。 iPhone にそういう機能ないもんね。 GPS だもん全部。温度計はダメだ。 iPhone にそういう機能はねえ。目覚まし時計に温度計ついてるわ。ああ、いいな。俺そういうの買おうかな。みんなに俺の部屋の温度を教えたいがためだけに買おうかな、そういうやつ、そういう時計。別に時計いらねえけど。みんなに俺の部屋の温度を、今やばい。なんか11月入ったからクーラーつけたくないんだけど、だから今つけてないんだけど、死ぬほど暑い。今窓開けてんだけどさ、寝るとき窓閉めてんだけど、外うるせえから。あの、そうすると部屋の中に熱がこもりすぎて、多分30度ぐらいあると思う。朝30度ぐらいあった俺の部屋。汗びちゃびちゃになってたもんね、起きたとき。サウナかって思った。サウナで寝てるかと思ったもん。やめてほしい。最近デレステの曲も CD 化早くて楽しい、嬉しいよね。スキップステップももう出るんだよ確かね、そう遠くない未来に。CD も新シリーズになってるでね。じゃあもう変えたんだろうね、なんか体勢を。デレはどんなに頑張っても衣装が増えないから、ミリが本業になった。あー、まあ、シンデレラはね、デレステはカップリングつけなければこんな早く出せるんかね。あー、なるほどね。リーク情報ではうずき顔らしい。そしたら俺もう天井だよ。みんなに土下座してお金貸してくださいっつって、みんなにスーツ着て土下座配信だよ。 iTunes カードをくださいって。あとおしらいないし。あ、大天井、大天井だよ。最悪18万だよそんなん。最悪18万。なおは弾けたの？なおちゃんは弾けませんでした。もう今年はね、俺多分
推しの子が来たら弾けないっていう呪いにかかってるから来ないでほしい。カオルは工場とはいえ前回からの間隔が短すぎるでしょ。いやでももう半年以上経ってるでしょ。今いいかでしょ。ん？ミカネ弾いてるっしょ。あ、ミカネ弾いたか。カオルちゃんとミカネ弾いてるわ今年は。高校運動の見に来たから疲れが出た。声うんぬの見にくか、あーだからシンデレラガールズだね。確かにデレステはしゃあないんでしょ。声必須だし音ゲーだし、まあモバも割と露骨らしいけど人気キャラの優遇というか、デレステだってしゃあなくない？音ゲーなんだし声ない子って俺は思う。声ない子はやっぱり存分に活躍できないからね。カオル前回3月だった、5月くらいだと思ってた。あーそうそうそう、2月末じゃなかったっけ、3月だったっけ。だってみんな不人気アイドルのガチャ引かないし。まあね、だからむし、まあ、不人気って言い方はあれだけど、むしろよく出してくれてるよね。やっぱその不人気っていうかあれね、ファンピースが少ないアイドルのね。デレステは温存戦略がうまくいってるからね。ピースの少ないおはようございます。アイドルの数がおはようっていう話よね。俺も大人になったからさ、やっぱり配信を続けていって俺大人になったから、一度の話か、言い方を改められるようになってきたから、ちゃんと。川口の予想は誰なの？分からん。なんかミクニャンとか。歌いたいんです。あ、でもこの間ミクニャンなんか、あ、ちげえか。あれシンデレラ。から大人ってよ。シンデレラガールズ劇場か。ジェントルメンに。ジェントルメンになってきたよな。シンデレラガールズ劇場のでミクニャンが温泉入ってたよね。確か。ちゃんと見てないから。シキニャン来たら私は終わる。終わろう。一緒に終わろう。多分3人来るんじゃないかな。でも、まあ、正直予想なんか無理だからな。ミクはモバで来てるから出ないと思うけどね。やっぱり来てんだ。ミクはモバで。やっぱ来てたんだモバで。でもミクにはまだもう3年ぐらいあれないんだぜ。 SSR 新規 SSR クリスマスとかかな。いつ来んだろうミクにゃん。来年次のフェスとか。エロニャン以来来てないね。俺が始めた時のフェス3年なわけね。わら2年。ほんならシキニャンかもね。2年半ぐらい来てない。でもねマジで2年半ぐらい来てないよ SSR。 全然来てないよねミクニャンね。でも俺がデレステ始めた時のピックアップだったからマジで3年ぐらいじゃない？そうでもない？2年半ぐらい。あ、そうか、俺が2周年の時に、2周年のちょっと前に始めたから2年半ぐらいか。2年半くらいか。2年半ぐらい。ほぼ丸そんなもん。丸3年 SSR 来ちゃいって。相当だよ。なんて嫁ミクがだから2年あ 嫁ミクはもっと前だよ多分。もっと前。それはさらに1年前。うん、ほぼ4年前嫁ミクに関しては。ミクには全然出てないね。まあイベントはちまちま出てるかもしんないけど、かわいそうだよなミクのニャンが。そんな出ないってくらい出ないよね。ミクニャン。どうしたの？そうなんだ。うーん。ダークナイト川口さんこんにちは。はいっす。
まだもう一回できるかな。あー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 、ドゥディッディッドゥディッディッ、クーラーつけていいかな。ミクはまだ引っ張れると思うけどね。めちゃめちゃ熱いわ。ミクニャンピーもそろそろ出る姿勢やめんじゃない、こんな来なかったら。フリソデミクニャン、あーフリソデミクニャンいいね。振り袖ミクニャンはいいかも、欲しいかも。多分3人、今日は京子ちゃんだってさ。3人来るよね。いいぞ、ストーブにこたつ、まだいける、まだいける。めちゃめちゃ暑いけど俺の部屋今。どんな衣装でも可愛いテイク。まあね、まあ多分さすがにそろそろ露出、あの寒くなってくるから露出度が低い衣装は減ってくるんじゃないかなとは思うけど。私のコウメちゃんピーの弟もだいぶやる気なくしてる。川口の部屋はいつになったら気温低くなるんだよ。いやマジならないよ多分。ゆかちゃんも同じぐらい着てないよ。俺冬暖房使わないもん、俺の部屋あったかすぎて。冬マジ暖房使わない、一回も使ったことない、この部屋で暖房。それぐらい暑いんだよ。クーラーはめちゃめちゃ使うけど暖房はマジで使わん。でもやっぱりなんかクーラー使ってないと鼻があんまり詰まってなくてあちあちいいね、体の調子がいいわ。タコさんの体感温度がバグってる可能性はないの？それはありそう。なんか全てにおいて暑いと感じる体になってるかもしれん。ミュータントかもしれん俺もしかしたら。クーラーつけないと全然このなんていうの、鼻の調子が良い、あんまりなんか鼻吸ってないでしょ。更年期障害みたいだな。鼻吸ってないでしょ。冬また暖房つけたら同じじゃね。いや冬って暖房つけないんだよ。体内で炎症起こってるんじゃね。冬暖房つけないんだよ俺。わかんない、多分なんか起きてるんじゃないかな体に。それかクーラーつけることによってなんか俺の部屋の周りの何ホコリが舞い上がって爆笑いってなってる可能性。マジ熱いわ。ジャペセンテピストントゥンテペッポンティンティピーチョチョステペンパワビビすべてもドゥディ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 全然違ったわ。デデ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 全然覚えてなくてくさ。全く違ったな今な。ドゥル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 ペペペペもっと優しく。シマムーとか来ないよな。温泉シマムーとか来たらおしまいだからな。限定はいや怖いな限定。関ちゃんはこの割と最近工場来たもんね。てか俺この間のスカチケさ、リアムちゃんじゃなくて関ちゃんでもよかったなって思って、ちょっとやった感ある。あの工場の関ちゃん超可愛いんだよな、赤いやつ。あっちでもよかった。即決すぎたな。ちょっと考えることやめてたわ。俺勝ち気何引いたっけ。知らんよ。赤リンゴ欲しい。赤リンゴも欲しいよな、わかる。あの次世代3属性全員欲しい。ニュージェネレーションズって名前なのに一番古いの笑うわ。リンゴがマスプラ専用なのがな。あきらちゃんはいいぞ。あきらちゃん可愛いよね。それ言ったらニューウェーブもね。自分はファッションファーストという不純な理由でアコちゃんにした、ごめん。ああまあそれはいいと思う。明日リンゴちゃんの誕生日やん。あそうなんだ。正直出ないから一筋も期待できねえ。でもニューウェーブはさまださ新しい波なだけじゃん。
ニュージェネレーションズってさ、次世代って意味でしょ。優しい魔法で紡がれた。いつまで次世代なんだよってなっちゃうね。まあそれがいいよね。いつまでも新しいことにチャレンジしてほしい。ニュージェネレーションズには。VR ライブとか。シマムーとアリスちゃん可愛いな。年取らないから。まあね。戦力引きは何も恥ずかしくないぞ。キャラ知るきっかけにもなるし。まあそれはある。オールドジェネレーションズに改名しろって。今のだって一番新しいニュージェネレーションズは新キャラじゃん。新しい波は津波の高さ1センチメートルぐらいで終わった感じ。いやでも津波の高さ1センチも津波だったら結構あんじゃない？それもないのかな。だって1センチの波がずっと押し寄せてくるんでしょ。よかった。そう考えると、オールドジェネレーションって名前、みずき、ナナだろ。ウサミを入れるな。そこに。あ、サナエさんっていくつなの？10センチメートルぐらいだと結構立ってられなくて危ない。いや、そうらしいよね。おい、やめとけ。サナエさんって31。サナエさん、違う。それ違うだろ。シホさん、シホさんだっけ。28歳組。あ、28歳なんだ。サナエさんってもっと若いと思ってた。結構いってんだな。今日の温泉ファッションはまたアリアだったわ。あー、それはありそう。それはめっちゃありそう。大いにやらしそう。ポン。トゥトゥトゥンベイクモレイアンテンベラスティーナベニャプダイ。クールが一番読めぬ。パンパンタンベベポン。タクイの上が歓喜しそう。タクイの上歓喜するでしょ。ミナミ、京子。あ、ミナミちゃんもなんかありって言われてるよね、ずっと。クールは毎回言われてる気がする。南が来る、南が来る、南が来るぞ、南が来るぞ。結局来ないんだよな。オタクたちの予想って。中谷小杖って説は見るけど、ボイス実装へ SSR を限定にするか、イカ略。いやー、するんじゃない、わかんないけど。温泉小杖の可能性に震えろ。でもさ、マジでさ、もうオタクの予想もう数打ちゃ当たるだからな。結局毎回言っててさ、ホラーみたいな言われてもね。フェスキナコがあったから何でもある。困るよね。ファッションはゆずよ。困る。おつくらちゃんなんかはボイス実装 SSR が限定だった。あ、ほんと。あれか、かわいいやつか。ずるくない？あんなに言っておいてホラーっていうの毎回言ってて。で、だいたいあの当たった時の印象の方が強いから過去は忘れんだよな。予言者ってそういうもんでしょ。ほら、あの嘘だ。予言者とかもそうだけどさ、嘘を言った時の処罰をもっと強くするべきだよね。ミラーボー。オカルト版に大量に書かれてる未来予知的な。そう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 。予言者と同じ手法よね。ユズは割とあると思う。当たった時の印象が強いだけで、別にそういうやつだと大体毎回言ってんだよな。限定ができるかなは天気いいで冷えくらいの世間話だから嬉しい。イカ略。最近の限定 SSR のファッションは高森クライマックスのメンバーらしいか。イカ略。あ、そうなんだ。予想ブログ書いてる人がサイハンのシルエット出た時に予想が崩れ。イカ略。え？だって予想って結局今までの傾向からってことでしょ。なんか予想するだけ無駄な気がするんだよね。踊らされてるだけだから。サイ・ゲームスに下馬評とか予想って概してそんなもんでしょ。踊らされてるだけで
なんか予想したくない。予想と見せかけた願望だから。そうだよね、ほんとそんな感じ。そういえばキュンキュンクライマックスもはっはっ、なんて予想が崩れたってブチギレっすよ、笑った。予想なんて妄想だからな、デレステの衣装に関しては。あ、衣装っていうか限定に関しては。あと10分、いやー来ますよ皆さん。再犯、今まで予測があったのにそれが崩れるともやっとする。再犯、勝手に法則だって思い込んでただけだよな。でもな、それに関しても数学じゃねえんだからな。クーラーつけよう。あっち、サイゲの社員以外は誰も知らない。うん、抑えワン、さよなら。眩しいね。そもそも予想しにくいから予想屋があれこれ言うんであって。簡単、イカ略。クーラーつけよう。うわ、もうあと10分だね。クーラーつけようとでも寒いんだよね、なんか。よいしょ、あと10分。再犯、キリキリで。再犯、引いたぞ。もうすっからかんだ。いいなぁ、じゃあな。再犯、いつか。声優も知らないって言ってるからね。なんか声優もだから、あの、なんだろう、あれなんだろうね、多分撮るだけ撮っていつかは出ますよっていう体なんだろうね。でそれでいろんなランダムなのかな、声優の中でも多分たくさんいろいろ撮って、その中でランダムって感じなのかもね。すごい昔撮って忘れた頃に出て驚いたとか。へえ、そうなんだ、そういうのもあるんだ。あ、すげえな。クーラーつけるとすごいなんか静か、窓閉めるとすごいなんか、知らされない上に自分で引かなきゃならないのかわいそう。え、どうなんだろうね、実際。実際もらえないのかな、声優さんって。無理か、さすがに無理か、わかんねえよな。でも結局ワンチャンもらえてるかもしれないけどな。真面目に、この間の雪日で懐に大ダメージ入ってるから担当は勘弁。あみ、あくまでいつ実装するかみたいなのは知らないっぽいね。うーん、じゃあ工場だったものが限定になるとか、その逆になるとかもあった。イカ略あんのかな、そんなこと。ミラーボー、今いくつ。もらえはしないだろう、ガチャ引いてますってのは営業かもしれない。あー、まあだからガシャ分の10、なんか iTunes カードとかぐらいはなんかワンチャンあんのかな。引けるまで課金していいよみたいなシステムはあんのかもな、もしかしたら。あれで仕事の会社からFGO 声優は宣伝兼ねた営業っぽいけど。あ、そうなんだ。でもそんな感じするよね、そんな感じするっていうか、まあそんなね、仕事の一つにめっちゃ課金するかって言われたらまたわかんねえもんな。まあ本当に好きかもしんねえけど、普段からやってんだったらあれだけどな、その自分のキャラの時だけ回してる人とかはちょっとうってなるよね。ならないかな。天井分配ってたらすごい。まあでも宣伝費とかで年賀状を社員が買うみたいなもんだよ。あ、そういう感じだよね、多分ね。宣伝費とかで落ちんじゃない、経費とかで。あの、それ買って iTunes カードも課金分も宣伝不祥ジュエルぐらい好きに配れるんじゃない。そうだよね、多分。やっぱだってなんか復活、その ID ギョン吉は回したのに結局引けてない。あ、そうなんだ。グラブルはそういう疑惑があったとか。なんかそうらしいね。なんか ID でさ、だってその人に対して、例えば不具合があった人に対して、あの、何、デバッグ用アカウントとかあるはずだし。なんだっけあれ、補填のさ、ジュエルとか。小山 P に SS パール当てたって煽られたって言ってたよ。補填のジュエルとか配られたりするじゃん。だからそのあたりでやっぱり個別の ID に何かを送るってことはできるんだろうな。自腹でガチャ回してますよってのは再現に対するアピール。あー、なるほどね、それはありそう。あー、2行分いっちゃったから下にグレーが出ちゃった。これ2行分いっちゃうとね、下にグレー出ちゃうんだよね。できる限り2行分いかないように広く取ってるんだけど、たまにね、2行分いっちゃうんだよね。シャニ声優が高山 P に SSR 当てられたって煽られてた。へー、そうなんだ。それはあるかも。ミラーボー延長されてるか、この枠。え、自爆営業ってのは。あ、されてね、そういう側面やば。なんで延長されてないんだよ。顔で選ぶので。あー、さよなら、みんなさよなら、次だけで会いましょう。おつ